マジオおつじりやこんばんだい、マイスピーやほっぴーやほっぴー、みなさんこんばんだい、こんばんだい。ラジオで少し配信します。コウヘイくんこんばんざい。どこやったっけな、あれれよいしょ。今ですね、山口県の伝道師の水崎ふみちゃんが終了のイベントに参加してまして、今25時まで配信してるので、お星様はふみちゃんルームによろしくお願いします。わー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 、いやパパこんばんざい、みんな来てくれてありがとう。ちょっと作業しながらの配信ですが、ぜひぜひコメントしてください。よしちゃんさん初めてです、こんばんざい。バンザイジャパンという日本の民族世界の新規ライブルグループの千葉県の伝道師をしています、アサヒジュリオです。よろしくお願いします。に置いたっけなってなってる今。よしちゃんさんキスカで茶色の着てました、着てました、着てくれましたか。うんうんうん、なくなっちゃって。コウヘイくんちょっと個人的にいろいろありすぎてなかなか眠れない、どうした、なんかあったか。今は今ね、探し物しているものはというと、ランチキー用にデコるものを探してるんですよ。なんだこれは。待っていてね、ランチ期もなるべく早く出せるようにするのでお待ちください。よしちゃんさん了解、今日銀座を始めました、ちなに、あ、ありがとうございます、お待ちしております。なんでだっけな、どこに置いたかわかんない。これが今一番好きなグループさんが活動終了、え、そうなの？それは辛い。大丈夫か？大丈夫かって大丈夫じゃないよね。
バンザイジャパンを見て少しでも元気になってもらえたらいいな。何か質問とかあったらみんなぜひしてね。全然全然お答えなんか全然コメントしてください。作業はしてますが全然読めますので。1,2,3,4,5とまるじゅうやおひさふりふりやっほ。この間のいい人ぶりかな。今優しくされたらチョロいっす。でもね、こうへいくんが一番したいようにするのが一番。とりあえず名古屋で会えたらいいな。そこで元気。ジョージさん、こんばんは。久しぶりだ。なんか久しぶりに感じちゃう。ありがとう。明日はね、あれです。赤羽レニューにて主催ライブの生誕の儀がありますので、皆さんもしお時間ある方は来てもらえたら嬉しいです。私は12月生まれです。久しぶりすぎて緊張してた。それは本当嘘じゃん。ゆせちゃんさん、ではおやすみなさい。おやすみ、ありがとう。あ、そうだ、一個探してたもん、探したいものがあったんだ。どこへだっけ、すぐ分かんなくなっちゃう。よいしょ。あと3日後に BJ に会えるって考えるとワクワク。え、それはワクワクする。楽しみだ。なんだっけ。リトちゃん、でもジレバイカーって可愛いって、え、本当に言ってる？嬉しいな。今年も誕生日当日にライブありがとう。お、やったね、最高じゃん。名古屋で元気とパワーと癒しとかないろいろあげます。全部すべての感情をあげますよ。待っていて。よいしょ。そこは嘘ついてない。本当にそれは嬉しいな。よいしょ。今日はね、バンダイのなんか久しぶりにオフだったので、今日しかないと思ってね、お買い物に行ったんですけど、目当てのものが一個も買えなかった。目当てのものは買えなかった。他のものは買えたんだけど、一番自分が買いたい目当てのものが買えなかったから、しょげしょげしている。めいちゃんと、あ、今日か。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアヒーラーパパ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。もう自分でどこに置いたか分かんなくなっちゃった。
なんかお初です。ヤッホーのピッピー。いやーダメだこりゃ。もういいか。ひかりさんヤッホーありがとう、おめでとう。今日はね今日はねは関係ない。ピッピだよ、ヤッホー。明日が18だから。早いね。クラスタンこんばんで。なんかもう7月中旬になっちゃうんですよ。早すぎてついていけないんだけど、どうしよう。全然実感ない。全然実感ないって言い方は変だけど、なんかついていけない。自分の家についていけない。ジーアを発射する。何ドキドキ。マリーシャ、そう、それなの。やばいの。いや本当にやばい。そろそろさ、カツを入れてほしい。ジーアもマリーシャの準備一切できてなくてね、やばい。早すぎ。3ヶ月くらい巻き戻して。ほんとそれ全然追いついてない。ほんとマリーシャの準備がやばいんだけど、リアルに。どうしよう。果たして準備をすることはできるのか。もう今回は T シャツをいっぱい持っていって、ズボンとスカート何個か持っていって、永遠にそれして生きていくことにしようと思った。でも今日ねお買い物でね、可愛いワンピースを買ったんですよ。古着のワンピース、古着というかリメイクワンピースを買って、それがとてもお気に入りだから、それはマレーシアに持っていきたいなと思っております。写真を楽しみにしていてね。まあ今マレーシアは感染症もテロも、お、よかった。比較的安全っていうのを聞いたから安心している。油断はしないけど、よくホッとしているよ。そんな身構え、そう、なんか別に女性が外を歩いても平気とは聞いた。あ、一人では歩かないけどっていうのがあったから、まあって感じかな。買わなきゃいけないものが意外と多くて、だってさ、まだスマホスタンドも買ってないし、あと充電器がやばくて、充電器の線がやばい。もうボロボロデータに繋がらなくなっちゃったからやばいんだよね。やばいんだよねって言って買うの忘れちゃう。うわ、あるとしたら誘拐くらいだけど、離れた海岸だから心配しなくてもいい。いっぱい調べてくれてる、ありがとう。まあ、みんなから、みんなっていうかメンバーとかスタッフさんから離れることはないから大丈夫だけど、いつもよりはあの安全って言ってたから。ただ支度が終わってないですね。やばいやばい、本当にやばい、本当にやばい。誘拐、極意だよね。怖いよね。でもまあそういう心配もさ、視野に入れとかないとさ、フラって言ったらさ危ないから。無事に永住を成功させてほしいから調べることはない。ありがとう。そうだね。今何をしようとしたんだっけ。思い出した。よいしょ。
なんだっけ、外務省ホームページよりシンプルでした。ありがたい。楽しみだね、やっぱり。準備が終わってないのがただただ怖いだけ。あと準備をする時間があるのかっていうのもね、怖い。けれども、なんとかなるだろう、精神。いつもそうなんだよね。よいしょ。でも結構左長いよね。ね、ライブに出るのは3日間だけど、もうちょっと長くいるから結構ドキドキ。ゲセラセラ、ゲセラセラなんだっけ、なんか歌であったよね、忘れちゃったそうそうそう、今日はね、帽子も変えたら買いたいなって思ったけどね、お目当てというかピンとくるものはなかった。今日全体的にね、ピンとくるものがなかった。季節なのかな、なんでだろう。Tシャツを買おうって思ったのに、違う、サンダルを買おうと思ったし、小さいバッグも買おうって思ったんだけどダメだった。でももうやばい、時間がない、ただただ時間がないっていうのが怖い。まあいいか、でもなんか、なんだっけ、飛行機が8時間ぐらいかな、今までが13時間とかだったから、なんかすごく短く感じ、長いけど短く感じるよね。しかも時差が1時間しかないから、時差ボケをせずに済む。結構ね、大きい。それ今まで日本帰ってきたらさ、1週間ぐらいずっと時差ボケ取れなくて、眠たいってなってたから、マジで安心している。翌日の仕事が帰ってきたらすぐ翌日仕事？何日帰りなの？でも確かにそうだよね、きついよね。時差がないとはいえさ、普通にさ旅行行った日とかでもさ、次の日の仕事とかがこうあるとえってなるもん。楽しみの反動はでっかいよね。でもあれだよね、ジュリたちもさ、準備する時間ないけどさ、今回来てくれるさ人もさ、準備する時間ないよね。長めのキャリア遠征、キャリア、あのね、そう、フランスじゃない、ロンドンとマルセイユは
あ、じゃあロンドン、マルセイユ、何言おうとしたんだ、忘れちゃった。あ、冬の時はあの服がかさばるから、マジ本当に大変だった。全然入らないし、荷物重たいし。でも今回夏だからそんな重たくならないんじゃないかなと思ってる。わかるね、反動がでっかいよね、余韻もあるし、あーってなる。タラトラさんこんばんは、こんばんざい。そこだけが今回本当、夏暑いけどそのキャリーの荷物がいつもよりは軽くなる、軽くなるっていうほどでもない、助かる。パリの時どこだっけな、ロンドンの時ジルもパンパンすぎてなんか無駄に洋服いっぱい持ってっちゃって、あーってなった。初めてキャリーケース選んだ時わけわからず小さいのを選んだ。小さいのと大きいのあるんだけど、いい中間のがなくて困ってる。どんぐらいがベストなのか。でも大きいとさ、まあサイズ制限はあるけど、あの余裕があってもさ、帰りにお土産とかを入れていけるからさ、大きい方がいいよなって思っちゃう。どう頑張っても一泊二日の服、え、それは小さい、衣装も入らないもん。それそう、衣装とかも持っていくからね、そう結構幅を取ってしまうの。明日の赤羽レディの主催の生誕の儀、ぜひご予約はね、リプライからやこの配信のコメントでも大丈夫なんですけど、ギリギリギリのギリギリまで予約は受け付けてやるので、もし行こうかなとかまだ迷ってる方いましたら、ぜひお待ちしてるのでよろしくお願いします。リリーベの時に見た、うん、可愛らしいやつだった。ただしんこんばんだい、やっほー。だからぜひ皆さん、今日は明日という、今日というのの明日は一緒に楽しみましょう。まさとさんこんばんざい、こんばんざい、ありがとう、みんな来てくれて。私は何本から配信を始めたのかがわからないわ。今もう15分経ったのかな、現在何時なのかがわからない。コージこんばんだ、ヤッホー、元気。12時40分、もう1時間、あ、1時間じゃない、20分ぐらい経ったのかな。ちーくんこんばんだい、ん20分経った、25分経って、お、楽しい、ありがとう。俺15分経ちましたっていうの見逃してた。ちょっとまだやることあるからそろそろ終わりにしようかな。40分って自分、確かに40分からやるって言ったわ、忘れてた。終わりにしようかなと思います。ぜひ明日は赤羽レニーで一緒に過ごしましょう。え、待って、本当だよね、自分で40分って言ったわ。ひかるさんおやすみ、またね、ありがとう。たなしん、おつ、ありがとう、来てくれて。またね、また明日ね。終わりにしたいと思います。まるまる、おやすみ、おやすみ、あ、あれよね。グッドよね、グッドの、マチコ T シャツ。手ぬぐいより、あ、ねえ、ただとらさん届いてよかった。こえくん、なんとかね、ちゃんと寝ることが大事よ。ジリア、ボーカルパート、すき焼き？すき焼き？
好きや。たった30時こんばんは。ありがとう。もう終わっちゃうんだけど。そう、マチコだよね。ということで、配信終わりにしたいと思います。では、良い、おやすみ、いい夢を見てね。おやすみなさーい。好きよ、好きよね。まあ、好きやも一緒。本当、それはめちゃめちゃ嬉しい。ありがとう。まずお疲れ様。ありがとう。ということで、皆さん、寝ぼけてるのね。終わりにしたいと思います。バイバーイ。